うちの猫がやった復讐の話。うちの猫は元野良で、捨てられたのか迷い込んだのかはわからないけど、ある日、我が家の周辺にふらっと現れた。この辺りの猫社会には溶け込めなかったようで、ボス猫に猫パンチされて、顔面傷だらけ。痩せ細って、毎日悲しげに泣いていたので、見かねて保護して、完全室内飼いすることにした。それまで、猫に縁がなかったし、野良を飼うのが不安だったけど、もともと、穏やかで賢い猫らしく、すぐに家族に懐いて、癒しの天使になった。顔は、天使というよりおっさんだけど。ところが、野良猫たちは、うちの猫がどうしても気に入らないらしく、毎日のように家を覗いては、ガラス越しに威嚇していく。うちの猫も応戦してるけど、何せヘタレ猫なんで、へっぴり腰でビクビクしてた。ある日、またボス猫がやってきて、こらーと吠え出したので、私が追い払ってやろうと、窓辺に行った。そしたら、うちの猫が、何を思ったのか、とととと私に近づくと、後ろ足で立ち上がって、私の手に頭をすりつけ始めた。要するに、自ら、頭なでなで、を求めてる状態。は?と思いながらも、求められるがままに、全身なでなでしてたら、敵の前だというのに、お腹を出してひっくり返って、ゴンゴロゴンゴロと喉を鳴らし始めた。ボス猫、あっけに取られてじっと見ていたが、ぷいっと言ってしまった。もしかして、これは、俺はこんなに可愛がられてるんだぜ。お前、こんなことしてもらえないだろう。というアピールだったんだろうか。夜、旦那にその話をしたら、いくらなんでもそれはないだろう。猫が可愛いからそう思っちゃうんだよ。と笑われたけど、数日後、またボス猫が来た時に、うちの猫が餌入れを鼻先で押して、窓辺に近づけて、ガラス越しにボス猫の目の前でカリカリを美味しそうに食べ出したのを見て、こいつ、本当に羨ましがらせる作戦取ってるわ。と呆れた。